皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の6月の26日金曜日ですね。時間がちょっと遅れまして午後7時7分ということです。今日もまたずっと雨ですね。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、民間銀行から信用創造特権を剥奪せよという、非常にまあこれ分かりにくいんですけど、でも非常に重要なですね、信用創造特権と、民間銀行ですね。でこの間取り上げていたのが、いわゆる政府に与えられた信用創造特権としての国債発行権ですね。これがまたものすごい無計画というか、国民に一切知らせないで赤字国債、建設国債、財投国債、あるいは政府保証短期債とかですね、わけのわかんないものをもう歴代自民党政権及び財務官僚、日銀官僚、そして大手マスコミが一切報道しないという中で、1053兆円もの国の借金が積み重なっていると。で来年3月には1167兆円という、とんでもないですね、消費税を上げても、国の借金が増え続けるっていうのはまさに構造的な問題があるんですね。でこのことを捉えてきたんですけど、最大の信用創造特権で毎日いわゆる通帳マネーという現金でない、実体のないマネーを生み出しているのがこの民間銀行に与えられた信用創造特権なんですね。でこの仕組みをちゃんと理解しないと、我々が進むべき道を正しく把握できないだろうということなんですね。レイさんですね、お茶ですね、4杯ですね、ありがとうございます。からシカゴさん、コンティニーコインありがとうございますと、コインをお願いしますということですね。からレイさん、お茶ですね。それからレイさん、コンティニーコインこんばんは、本日もよろしくお願いします。それから土山純一さんですね、毎日お茶5杯とコンティニーコイン2枚ですね、ということですね。で昨日の放送の後コメント欄にアップしてくれました砂月さん、経団連を使って言語統制は、あの安倍チルドレンの発言、自民党議員のネトウヨカがやばいという、それから映画土間丸さよなら沖縄と URL ですね。から IS イスラム国などに身代金支払い、アメリカが容認、日本にも影響かということで、これも勝手なもんですよね。ジャーナリスト、フリージャーナリストカメラマンがイスラム国に、首切られたということで、家族がイスラム国とずっと交渉してて、ものすごい金額の身代金を払えば釈放してやるということで募金運動を始めたんですね、家族が。そしたらアメリカ国務省がいわゆるイスラム国敵に、対して身代金払うことは他の犠牲者等々が出る可能性があるんで、それは違法だと、もしもやるんだったら国は訴えるぞというふうに脅したんですね。それでものすごい批判が起こって、アメリカ政府も政府自らが身代金を払うんじゃないんですね。これはまあヨーロッパ諸国、ドイツとかフランスとかイタリアとかですね、彼らは政府が払ってるんですね。政府じゃないと払えないほどの金額を彼らイスラム国っていうのは要求してくるんですよね。で今回のアメリカが容認っていうのはアメリカ政府が払うんじゃなくて、遺族なり家族が払うことに対しては反対しないよと、訴追しないよと、それだけの問題なんですよね。だから本質は変わってないんですよ。
から中国と戦争する気満々と、K さん、あ、これは今日のリテラあのトピックスでも取り上げますけどね、あ、これもそうですね、砂月にさ、なぜ読売新聞の世論調査では安保法制賛成が 40% もいるのかと、これは完全にやらせなんですね、回答誘導のからくりということですね。それから砂月の安倍氏もその背後のハンドラーズも経済を知らない、部品の相互依存で日中韓経済は不可分と、図録日中貿易日米貿易の推移と、からオフコンで、必ずやると戦争宣言と、砂月さん自民党批判だけではありませんと、あ、制服工場委員会が歌ってですね、国の借金の正体、物事を根本から取れると、あ、昨日のメインテーマですね、問題の解決が見えてくるが根本を取らないと表層の現象を追いかけるだけで終わってしまうと、からお疲れ様ですね鹿子さんということで、シカゴさん、ワイワイニュース放送中、民間銀行から信用創造特権を剥奪せよと、から本間デッカさんがコンティニューコインですね、それから人志桐生さんもコンティニューコインということですね、エレファントムさんもそうですね、今日のメインテーマですね。それでそのメインテーマから始めますかね。その前に例のあのリテラ、リテラの記事にありました、要するにあのオフコンで、記者と懇談したと、で、どっか銀座の中華高級中華料理かなんかで懇談した中でですね、オフコンで、とんでもないこと言ってるんですね。でそれをリテラで、暴露されたということなんですけど、その最後の記事の最後の方で、またしても6月の24日ですか、またしても大手マスコミの編集幹部らと会食したと、日本料理店でという記事があったんですね。で そこで名前が出たんですね。6月24日か、銀座の日本料理店銀座あさみで、またぞろマスコミ各社の編集幹部との会食が行われたと。参加者は朝日新聞の曽我豪、これですね、こいつ曽我豪、それと毎日新聞の山田隆夫、これ山田隆夫、山田隆夫ですね、こいつですね、山田隆夫、それと読売新聞の小田、これ小田、それから日本経済新聞の石川一郎はこの中に入ってないんですね。で NHK の島田敏夫、これ日曜討論会の変更司会者、から日本テレビの粕谷、これから時事通信の田崎、この写真は去年、おそらく去年の7月1日かな、集団的自衛権行使容認の閣議をした後、こいつらと一緒に、銀座の寿司屋で会食したという時のあれなんですけど、ここの時に5名だったんですけど、今回は日経新聞の石川一郎専務が入っていると。もうとんでもないですね。ですから皆さんも新聞はもう定期購読をやめると。朝日、毎日、読売、日経、から NHK は見ないと、受信料も払わないと、からテレビ、日本テレビ、テレビは見ないと、あとは時事通信か、これはちょっとあれですね、時事通信を見ないってわけ、結局あれですよね、卸ですから。直接媒体持ってないということなんですけど、とんでもない
ことを繰り返しているということで、まあ、日本のマスコミはこれで終わりでしょうね。時の政権とこれまで仲良くしているということはありえないですね。他の政権に、他のマスコミ、ジャーナリストっていうのは一線を画すんですよね。画さないで、ひょいひょい出てくと、とんでもないことをやってるということですね。それから2枚目がですね、これは6月24日、安倍と会食したマスコミ各社の編集幹部ということ。で、次は例の国家公務員、地方公務員、公務員が世界ダントツの倍ですよね。アメリカの倍、ヨーロッパの倍以上の年収をもらっているということ。プラス、様々な特権があるということで、これとんでもない手当のリストを見つけたんですね。これ国家公務員ですよ。で、寒冷地手当で、北海道と同程度の気象条件の地域で勤務する公務員に支給ですと。広島県も範囲内ですって。から広域移動手当、60キロ以上の移動があると、移動後3年間は給料の 3% の手当が出ると。300キロになると 6% と。から地域手当、民間の賃金の高い地域、人口5万人以上に勤務すると支給だと。東京23区勤務で本給の 18%、 すごいですね。から本省業務調整手当、法案作りなど業務が大変なため、国の本省庁で働く場合に支給、係長クラスで月額約1万円と。だ、これがまさに、法案作りなんで彼らがやるのと。省庁でしょ、国の本省庁、違うだろうと。法案作りは国会の仕事でしょと。国会の国会議員と、それから各国会にある法制局の職員がやるんですよね、本来。なんで、国の本省庁で法案作りやるのと。これ自体が憲法違反なんですね、これ。だから、この月額約1万円というのは、無効なんですね。無効の手当ですよね。憲法違反の手当ですよね。から管理職特別勤務手当、残業代が出ない管理職が土日に出勤した場合、1日あたり1万2000円が支給される。とんでもないよね。病気休暇手当、私の傷の病の場合、労災ではなく休暇がもらえると。初めの90日は給料が満額支払われると。病気休暇手当つって、病気休職手当、休暇90日後からは支払う給料が8割になると。8割になると。1年を超えると無給、3年まで休職が可能と。民間はありえないですね。退職勧奨手当、勘側の都合で定年前に退職する職員に支払える場合、退職金と。2009年度の平均額は3000万円です。退職金3000万円です。すごいね。このお金はどこから出るんですか。国民の税金でしょうと。それから窓口手当、刑案の窓口など精神的に、職案の窓口など精神的に困難な業務に対して加算、職案の 3% の職員が受け取っていると。奥様手当、海外の事務所に勤務する場合に出る在勤手当の一部と。配偶者を伴う職員に支給されると。から在勤務地以内旅行手当、8キロメートル以上、もしくは時間にして5時間以上の外出1回につき1000円の程度を支給と。2009年廃止と。海外出張手当、日本人として恥ずかしくない身なりを整えるための手当、局長クラスで約9万円、2009年廃止と。すごいですね、お手盛り。からこっちが地方公務員のとんでも手当ですね。地域手当、大阪府の東京事務所員か23区に勤務する場合、給与の 13% が加算、
寮の家賃は1800円です。すごいね。用地交渉手当。道路などの整備に関する交渉の業務を行う公務員に支給されると、特殊勤務手当の一部です。苦情審査員手当。北海道庁では非常勤の弁護士などが、何これ。政治の苦情を審査、月額平均30万円支給されていると。はぁ、弁護士に対して払ってんですって。出世懇談手当、大阪府では長年係長職の職員に課長補佐に準じる手当を支払って、今年3月廃止です。不快手当、死体の収容、検視など不快とされる業務を行う公務員に支給される特殊勤務手当の一部。感激感染手当、遊園地や映画鑑賞に行く際、料金の3割程度の補給金を支給ですって。千葉県佐倉市、2008年廃止。元気回復手当、スポーツ大会などの親睦会の際、出席者に1人5000円を支給。千葉県佐倉市、2008年廃止。独身手当、群馬県高崎市では満45歳を迎えた独身職員に職員厚生会から3万円が支給される。何なんだろうな。独身だろうが結婚してだろうがそんなの個人の自由でしょ。ひどいですね。石塚優斗さん、多い官僚たちのものすごい待遇ぶりが暴露されてるぞ。なんだこりゃ、お手盛りなんてものじゃないと言えば、本当は呆れるよね。結局こういうものを国会議員なり、あるいは地方議員がそのまま認めてるんですよね。で、結局税金を負担する国民は一切知らないと。杉ライトさん、一生懸命働いて税金を払ってもこんな風に使われんじゃねえということで、羨ましいと嬉しさ。国民がひいひい言ってるのにねえと、杉ライトさん。シカゴさん、安倍首相が官邸首相とのオフコンで安保法制は中国を変えて必ずやると戦争宣言と、リテラですね。から砂月さん、民間銀行から信用相当特権を剥奪せよと、マスコミが伝えない真実を報道するワイワイニュースライブ、ただいま配信中だということですね。カスヤはカスヤなという、本当カスですね。エレファントンさん、コンティニューコイン、砂月さんですね。からシカゴさんですね。これ毎回アップしていただいてますけど、すべての国民は お金の仕組みを学び、信用相当特権の実態を知るべしと、世界の紙幣発行権が民間銀行のイカ様と、シカゴさんですね。からエレファントムさんが、民間銀行から信用相当特権を剥奪せよと、シカゴさんもワイマイニュースライブ放送中ですね。コンティニューコイン、本間テッカさん、から桐生さん、これは読みましたね。ということで、とんでもない、砂月さん、その一方、日本の国民はスウェーデンより高負担、そして低福祉が貧困を拡大していると、スクラムさんで、まさにそうですね。から和美さん、安倍晋三の強気と暴走はアメポチのふりをしてますが、実は背後に対抗勢力の天皇の存在があるのだと、その証拠に日本会議と神社本庁との密接、そして憲法草案には天皇は国家元首と戦時前に戻ってますという、そうですね。彼の強気っていうのはネオコンが背後にいるとともに、隣にですね、神社本庁と日本会議と在特会とか、あるいは右翼暴力だとか、あの辺の戦前の戦争犯罪人がそっくりそのまま岸信介のもとに結集してきた、あの勢力がバッチリ食らいついてるからですよね。からシカゴさん、なぜ読売新聞の世論調査では安保対法制賛成が 40% いるのかという、お茶今来ました、和美さんですね、ありがとうございます。2杯ですね。ということで、それじゃあ早速ですね、今日のメインテーマに入りたいということで、今20分ですね。今日のメインテーマ、民間銀行から信用創造特権を剥奪せよと。
で 1% の富裕層がますます富み、 99% の一般庶民がますます貧しくなっているのはなぜなのかと、世界中の人々を借金付けにする元凶とは何なのかと、世界中の実体経済と国民生活を破壊する今の金融システムとは何なのかと、それは各国の中央銀行が何の法的根拠なしにですね、民間銀行に信用創造特権を与えて毎日莫大な額の現金でない通帳マネーを生み出しているからなんだということなんですね。実体経済の数十倍の規模に膨れ上がった実体のないマネーが金融資本と投機資本となって世界中を駆け回り、実体経済に寄生し、その養分を吸い取り、個人、企業、地方自治体、政府など全てを借金付けにして我々の生活を破壊してんだと。ですから民間銀行から信用創造特権を剥奪すれば、全世界の人々の生活は劇的に良くなるんですね。これははっきりしてるんですね。で、誰も教えてくれない信用創造の仕組みと、これが巧妙に隠されてて、ほとんどの人は知らないというほど巧妙なんですね。それで、先ほどちょっと資料として日銀のですね、統計を見てたんですけど、日本全国のいわゆる民間銀行が持ってる預金、現金、貸し出し等々の最新のデータがエクセルで載ってるんですね。それで、預金の額が680兆円みたいな、660兆円かな、ものすごい金額なんですよ。660兆円の預金があると、民間銀行に。と、みんなは現金があると思うんですよね。そこがどっこいなのね。現金は、別の項目のとこに、現金がですね、全部で8兆円ぐらいですよ。で、貸し出しが430兆円という。ですから430兆円を、普通の感覚だと、現金で貸し出してると。いうふうに思うんですけど、実は違うんだと。これが通帳マネーなんですよ。現金、民間銀行全部に、ある銀行って高々銀行に預金されてる中の現金っていうのは、高々8兆円ぐらいしかないんですね。で、8兆円の現金を元にして、その 1% ですね、を日本銀行の口座に、預託すると。準備、預金準備制度っていうのがあるんですけど、するとですね、99% を貸し出せるということなんですけど、その 1% を預託する瞬間に、その100倍の信用創造が生まれて、結局それが通帳マネーとして預金の中に入っちゃうんですね。ですから 8兆円の現金しかないのに、実際は小切手なんかあるから、銀行券としては6兆円ぐらいしかないんですね。6兆円しかないのに、なんで430兆も貸し出せんのと。それはこの信用創造特権による信用創造、通帳マネーが生み出されたからなんですね。これはなかなかよくわかんないんですけど、あ、これですよ、シカゴさんが、これですね、アップ してくれました、アングロサクサン資本主義の正体と、ビル・トッテンさんと、これは必読の書ですよ。これは東洋経済新報社が出して、ビル・トッテンさんっていうのは、京都 の IT 企業のオーナーですね。売上が100億円ぐらいの中堅の優良企業なんですけど、そこのオーナー兼会長かな。以前はずっと以前 TBS かなんかでコメンテーターでよく出たんですけど、途中からもう完全に外されたということで、でもこの本っていうのは非常にわかりやすいですよ。ぜひ、中古で売ってると思いますので、要するに 100% マネーで日本経済が復活すると、
だ通帳マネーに対して現金ですよ、 100% マネーっていうのは。現金ベースの実体経済に戻れば、日本は復活するというふうに彼は言ってて、私はこの本を読んで、目から鱗が取れたというか、信用創造と、あるいは信用創造特権という経済学者が一切言わない教科書に、一応信用創造というのはあるんですけど、実態は全く違うんですね。経済にとって信用創造はいいことなんだという説明なんですけど、実際は違うんですよ。ということで、これの説明ですね。それで関連情報として、腐敗した銀行制度をカナダ12歳の少女による講演文全文書き起こしってことを、私はブログで取り上げたことありますので、これをちょっとあれですね、 URL 書きますんで、ぜひご自分でもですね、12歳の少女が堂々と銀行協会の講演で語ったんですね。素晴らしい内容ですね。ちょっと待ってください。これですね、腐敗した銀行制度、カナダ12歳の少女、 YouTube の、講演の映像がありますので、ぜひお読みいただきたいと。石塚優斗さん、本来労働者が受けていい理想の待遇を公務員たちは自分たちだけが税金から受けているくせに、国民には労働派遣はじめ、むちゃくちゃな労働環境と労働法制を強いれていると。何ちゅう連中だろう、この恥知らずと、厚顔無恥亡国の官僚たちと、まさにそうです。460万人の正規の公務員を雇うために 55.5% の税収と 26.9% の借金返済、残りが 17.6%、それで残りの1億2200万人の一般庶民をどうやって、生きることができんですかと。ですから毎年30兆40兆の赤字国債を発行して、それをギリ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 ですね、出し惜しみしながら、社会福祉予算を削りながら、生活保護費を削りながら、いわゆる一般庶民をいじめ抜いてですね、彼らが偉そうにこの税金を、国民のから収奪した税金を勝手に使っているというのが今の日本の実態ですよ。だからこの公務員王国を解体しないといけないんですね。でそれをずっとやってきたのが歴代の自民党、安倍、自公ファシス政権ですので、それと財務省官僚、日銀官僚から大手マスコミ、あるいは最高裁長官、彼らがグルになってですね、このような国民が知らないと、あるいは国民が騒がないと、おとなしいということを見越して、彼らはこういうことをずっとやってきたんですね。もうそれは無理じゃないですかということですよね。そして、腐敗したこの銀行制度で、この信用創造の仕組みは一体何かというと、例えばですね、私が言う三菱東京 UFJ 銀行に100万円の現金を預金しますよね。で銀行は預かったお金を貸し出すんですけど、日銀のルールで、預金のあるパーセンテージは日銀に預けろと、保証金みたいなもんですね、法定準備金っていうんですね。で例えば実際はもう 1% ぐらいなんですけど、例えばまあ 10% としますよね。そうすると 10%、 100万の 10% ってことは10万円を日銀の口座に、預託すると。
と残りが90万ですから、90万を A さんに貸し出すと。そうすると銀行は90万を A さんが持ってる口座に90万円を振り込むということですよね。そうすると A さんの口座に入った90万っていうのは、その A さんの銀行がですね、90万を預金したされたということで、その 10% 9万円をまた抜いて日銀に預託すると、と残り81万円を B さんに貸すわけですね。すると B さんが B さんの口座の銀行が81万円の 10% 8万1千円を抜いてですね、それを日銀に預託して残りの、いくらですか、90万で81万か、90万から9万で81万で、81万から 10% で8万1千円ですから、72万9000円かなを預金として、銀行は通帳に入れるんですね。で、そのまた 10% を抜いて、現金で日銀に預託するということで、ずっとこういわゆる元の100万円の現金が次から次へと信用創造ということで、通帳マネーの連続で最終的には1000万円の 10% ですから、1000万円の、通帳マネーを生み出すんですね。で、今のこの、日銀に預託する法定準備金の利率っていうのは 1% ぐらいですから、10% で1000万ですから、 1% だと1億円なんですよ。だ、私の、銀行に預けた100万円の現金っていうのは、ずっと、このシステムで、回転するとですね、最終的には1億円の通帳マネーが生まれちゃうと、100倍になっちゃうと、こういうんですね。ですから先ほど言いましたように、日銀のデータで見ると預金額は680兆円という、日本の GDP よりも多い金額書いたんですよ。で、実際にそんな金額を各銀行が現金として持ってるのと。そんなことないんですね。このように次から次へと、回された信用創造によって生まれた通帳マネーの総額がそれなんですよね。実際の現金っていうのは6兆円ぐらいしかないんですよ。これが民間銀行のに与えられた信用創造特権による信用創造の実態なんですね。これが現況なんですよね。ですからおそらく今世界中の実体経済は世界の GDP を合わせて5000兆円と言われてるんですね。で、おそらくそれの、まあ、100倍までいかないけど、数十倍になってるんじゃないかということで、5000兆円の10倍で、5万兆円、兆の次は何でしたっけ、ですから、おそらく、まあ、50倍とかね、そのぐらいな通帳マネーが世界中を飛び回ってて、融資の財源および投機資金で、ほとんどが投機資金になるということですよね。これが実体経済に寄生して、で、ちょうど悪性腫瘍みたいにしてるんで、健全な細胞に食らいついて、その細胞の養分を吸い取って、殺しちゃうというのと全く同じなんですね。自らが価値を生み出さないですから、金利をつけて、個人、企業、地方自治体、そして、国、政府に貸し出すと、金利とともに、
元本を回収するというオペレーションをしてんですね。でこのことはほとんどの人が知らないと。あ、K です。 ありがとうございました。シカゴさん、1万兆円っていうのが 1K ですね。ですから 50K ぐらいになってるんじゃないですかね、追徴マネーの総額は。世界中はそれを瞬時にコンピューターで、動き回ってる。それで、利益がありそうなものに投機資金として、使われるんですね。ですから石油、かつては石油あるいは資源、銅とか金とか銀とかアルミとか、あるいは食料、食品ですね、食料、小麦とかトウモロコシとか等々が買い占めにあって、結局お金のない貧しい国の、貧しい国の国民が高すぎて買えないということで暴動が起こるとかですね、そういう投機資金の源っていうのはこれなんですね。信用創造特権によって生まれた信用創造なんですよ。これはなくさないといけないと、こんなもんは。それで、中央銀行が各民間銀行に信用創造特権をあげますよと、だから信用創造できますよっていう法的な根拠は一切ないんですよね。何にもないんですよ。これ憲法にもそれに関連する関係 法案の法律一切なし、国民に分かんない巧妙に隠して実際に行われているということなんですね。それとそれから信用創造特権とともに信用破壊権も持っているということなんですね。創造するとともに破壊しちゃうということで、1930年の世界大恐慌というのがあったんですけど、日本の平成バブルとその崩壊、あるいはアメリカの IT バブルとその崩壊、サブプライム住宅バブルとその崩壊、リーマンショックによる世界金融恐慌など、民間銀行がマネーの喪失権と破壊権を同時に持っているということで起こったということなんですね。和美さん、米国の債は統計にはまだ表に出てない金融デリバティブの含み損が強単位であるという。そうですよね。だから時限爆弾みたいにして埋め込まれてて、いつ爆発するか知らないと、分かんないと、恐ろしい状態になってるわけですよね。 K ですね。本間デッカさんもそうですね。これエレファントが銀行に与えられた信用創造特権こそが実体のない経済を生み出していると、超金融資本主義の元凶と、まさにそういうことですよ。これはカナダの12歳の少女による講演ミラー版ですね。これはぜひ、見ていただいて読んでいただきたいということで、彼女はですね、いやそれどういうこと言ってるんですね。講演の書き起こしの中で、カナダがどうして借金まみれになっていることを不思議に思ったことありますかと、政府がカナダ人に多くの税金を払わせることを不思議に思ったことありますかと、最も大きな民間銀行の銀行家がより裕福になって残りの私たちがそうでないことを不思議に思ったことありますかと、国全体の借金が8000億ドル、約 76.5 兆円、かわいいもんですよね。1053兆円の日本と比べると。以上あることに不思議に思ったことありますかと。あるいはなぜ私たちは1日あたり 1.6 億ドルの利息を国の借金の金利として支払うのでしょうと。これは年間600億ドル、約 5.7 兆円ですと。誰がこの600億ドルを受け取るのだろうと不思議に思ったことあります。これは銀行ですよ。メガバンクですよ。私が見つけたことは、銀行と政府が共謀して財政的にカナダの人々を奴隷にしているということです。ですね。それで彼女が鋭いことを言ってるんですけど、
現在銀行は40億ドル約3826億円の預金しか持ってないと。でも 1.5 兆億ドル、あ、5兆ドル約 1.43 兆円も貸し付けていると。これですよ。鋭いですね。だから、日銀の資料でも、普通だったら全然わかんないんですけど、この信用相当特権のからくりを知るとですね、貸し付けが430兆円、現金が6兆円、なんでそんなことが可能になるのと。普通だったらありえないよね。これは可能になるっていうのは、この信用相当特権が与えられて、中央銀行に 1% とか 2% とか 3% の預金準備で、保証金ですよね、一種のね、を積むとですね、その瞬間に 1% だったら100倍、 10% だったら10倍の信用創造通帳マネーが生まれて、それが預金になっちゃうんですね。現金じゃなくて通帳マネーの預金になっちゃう。これ彼女よく12歳でよく見つけると思いますよね。それで、結局彼女が言ってるのは結論、私たちは銀行制度と共謀した政府によって横領され略奪されて続けていることは、12歳カナダ人の私ですら痛ましいほど明らかなことですと。この犯罪を止めるには私たちは何をなすべきでしょうかと。次の世代が銀行家により奴隷にされる借金ベースの経済から自由で解放されるために何をすべきでしょうかと。で、彼女が言ってるのは要するに、民間銀行から借りないで中央政府が直接カナダ銀行、中央銀行から借りればいいじゃないかと。なんでわざわざ民間銀行から借りるのと。国債を発行してメガバンクに引き受けさせて、元本を保証して、利子も払って、これは全く、日本と全く同じですよね。40兆、30兆毎年足らなければ、日銀がその分を吸って、政府に貸せばいいんですよね。無利子で。それで手数料だけもらうと。そうすると、国債費なんかいらないんですよ。年間23兆円とか。莫大な税金がメガバンクに払われるって。そんなこといらないんですよ。で、もっと言えば、民間銀行なんかいらないんですよね。民間銀行を厳格な審査をしてですね、日銀の支店にしちゃえばいいんですよ。全部で、日銀の支店。まあ今は47都道府県に1個ぐらいしかないんですけど、それを100とか200とか300にして、民間銀行をもう全部廃業にして、日銀がですね、個人なり企業なり自治体なり政府が必要な財源を日銀が円を吸って供給すると。そして利子は取らないと。利子取らないで手数料だけもらうというふうにすれば、劇的にですね、我々の生活は、良くなんですね。結局我々がアクセスして働いたお金っていうのは税金として、自民党官僚たちが中心となる公務員王国のために、使われると。それと借金だらけになりますんで、その借金だらけを、のいわゆる経済体制をこの信用創造特権の剥奪でですね、廃止しちゃうというふうになれば、借金のない、利子のない、自他経済中心の経済になるとこういうことなんですね。それで最終的には、まあ私が理想としてるのは、現在のいわゆる超金融
資本主義の段階から次の共有共生人間資本主義の段階にこの信用創造特権を剥奪すると、民間銀行からそして政府から、この2つをやればですね、劇的に変化して、おそらくまあ 70% ぐらいの今さまざまな問題は一挙に解決されるというふうに私は見てんですね。金融支配からの解放ですよ。そうすると残りは軍事支配ですよね。それと経済支配、政治支配。政治支配も結局この民間銀行から信用創造特権を剥奪するってことは、利権特権を拒否する、騙されない賢明な普通の市民、戦う市民が主体となった市民革命運動をして市民革命政権を樹立するということで、国会でですね、民間銀行から信用創造特権を剥奪する法律を作って、国会がですね作って、実施するということが必要になるんですね。ということは政治支配も変わらないとこの民間銀行からの信用創造特権の剥奪は不可能なんですね。ですから政治支配の解放、金融支配の解放、そして最後は軍事支配からの解放ということなんで、非常にこの信用創造特権の剥奪すると、民間銀行から剥奪するし政府から剥奪するということは肝だと思いますね。和美さん、デフォルトに備えて戦争を始めたい、負債をチャラにして戦争で金儲けという、まあそうでしょうね。要するに彼らにとって今の経済金融政治支配体制はもう限界に来ているということを知ってるからチャラにするんですね。シカゴさん、沖縄慰霊の日、安倍帰れコールを海外メディアが一斉報道と、日韓連帯ですね。日本はあれすらも言えないですね。沖縄の西もね、記事の中で一切言ってないですね。沖縄の沖縄タイムズと琉球新報ぐらいは言えよと、何を遠慮してんのということですね。小林節さん、私の反論を聞きなさい。これにて賛成派の論点すべて撃破と、連載してたんですね、日韓連帯ね。堂々提案、安保合憲学者に徹底ディベート。3人しかいないんですけど、彼らは絶対あれでしょう、逃げるでしょうね。それからシカゴさん、愚かな法案のため95日会期延長で税金200億円無駄遣いって、ほんとどうしようもないね。だからあいつら自公の国会議員、あるいは自民党公明党創価学会に払わせればいいんですよ彼ら。もし米ドルがデフォルトしたらアメポチの日本はどうなりますかね。ほんまでっかさんという。米ドルのデフォルトって言ったらもう世界金融恐慌になるでしょうね。そうすると120兆円の米国債は紙くずになっちゃうということでしょうね。シカゴさん、政権の言い分が尾長知事の主張の倍以上、 NHK ですね、もう本当変更ですね。 NHK ボイコットですね、受信料払わないと。エレファントの慶応ってそういう意味でつけた名前なんでしょうかねと。慶応、和美さん、米国の債は統計にはまだデリバティブですね。K って慶応、その K なんですかね。ということです。共生共有主義素晴らしいですねと。共産主義は国家資本主義であり虚構ですからと。そうなんですよね。だから資本主義を打倒して社会主義共産主義になるっていうのは嘘だと思いますね。あくまでも人間っていうのは資本なり物に依存してますんで、資本主義っていうのは変わんないんですよ。
ただそれぞれの段階で変わるということで、今は金融が実体経済を破壊するほど巨大になっちゃって支配しているという超金融資本主義の段階と、その次の段階は結局我々の戦いがどう成功するかどうかで、一方は世界、金融恐慌と第三次世界大戦を狙う基地外どもの狙い通りに行くのか、あるいはそれを阻止して、我々のような利権特権を拒否して、より共有共生、人間資本主義の段階に進むかという、その今ちょうど分岐点に来ているというふうに思いますね。本間デッカさん、コンティニューコインですね。エレファントさん、コンティニューコイン。ですから共有共生、人間資本主義の段階に進むと、我々はそれを目指すと。現在は共生じゃなくて独占なんですね。共有じゃなくて独裁なんですね。もうこれはもう限界に来てるということでしょうね。シカゴさん、ダメなものはダメ、会計延長に怒り、3万人が国会法に、田中隆作さんですね。すごいですね、連日これですよね。ということで今日のメインテーマは、民間銀行から信用創造特権を剥奪せよと。これは非常な肝ですね。52分05ですね。閲覧62名様、計164名様、コメント57件ということですね。今日のこのメインテーマは明日ですね、ブログ記事として単独で解説修正してブログにアップしますので、ぜひお読みください。今日のトピックスですね。和美さん、山崎さんの講義は毎日勉強になりますと。情報の分析されて命をかけた大胆な壮大な仕事であると思います。山崎理論で市民革命政権、いいですね、ぜひやりましょう。まあ何年かかるか分かんないですけど、でもこれしかないんですね。我々がいわゆる人間的な生活、まともな生活をするにはこれしかないんですよ。労働者革命じゃないんですよね、市民革命なんですね。それもいわゆる宮沢賢治のいわゆる世界全体の幸福がなければ自分の個人の幸福はありえないという考えの人たちですね。そういう人たちがこの市民革命の主体になるということだと思いますね。あるいは西郷隆盛の名もいらず、命もいらず、名もいらず、官も金もいらぬ人が始末に困ると、このように始末に困る人ならでは官難を共にして国家の大業を成し得られないと、こういう人たちが主体になってこの市民革命運動をして、市民革命政権を樹立して、民間銀行から信用創造特権を剥奪すると、から自民公明のファシスト政権を打倒すると、そして、日米安保条約、日米地位協定を一方的に破棄すると、そして、永世中立宣言をして各国と友好条約、平和条約を結ぶと、そういうことでしょうね。我々がすべきことはね、ロシチャイドが嫌い、西郷どもは好きと、天皇はいらんと、本間デッカさんって、まさにそうですね。ですから天皇とか、あるいは安倍とか、あるいは麻生、今の平成天皇というのは非常に良心的で皇后とともに反安倍でですね頑張っていらっしゃいますけど、でももともとは昭和天皇の息子ですから、昭和天皇っていうのは遡ればですね、明治天皇まで行って、明治天皇っていうのは何かというと、孝明天皇が暗殺され
伊藤博文以下ですね。そして睦仁親王という明治天皇、本来の明治天皇も15歳ぐらいで殺されて、大室虎之助という田伏の官孫の15歳の青年がすり替わっちゃったと。それが明治天皇になって、大正天皇になって、昭和天皇になって、今の慶明天皇って言うんですか。だからずっと続いてるんですよ。田伏マフィアなんですね、今の政権は。今の日本の体制は天皇を含めて。ですからもうそれを清算しようよという時期だと思いますね。この信用創造特権が猛威を振るってる金融支配の現状とともに、日本のそのような明治維新以降の偽装されたまやかしの天皇制、そして岸信介、彼も田伏ですからね。そして、今の安倍晋三と、それから麻生副総理、麻生太郎も吉田茂の孫ですから。だから戦中、明治維新以降の日本の歴史っていうのはねじれにねじれちゃってるということですよね。国民の多くが田伏システムを知ってほしいです。まさにそうですね。ですから、まあ、日本全津々浦々に家族勉強会と草の根勉強会を立ち上げてですね、まず日本国憲法を勉強すると、それからこの田伏システムを含めた日本の近現代史を勉強すると。でその中で、日本の支配と搾取の構造、そして世界の支配と搾取の構造を徹底的に勉強するということが必要ですよね。言論弾圧、自民党の勉強会で百田直樹、こいつはもうどうしようもないね、沖縄の2つの新聞は潰さないとと発言、出席議員からも賛同の声という。なんでこんなやつ、まあ自民党の勉強会ですからね。自民党がもう完全に在特会化してるってことでしょ。農地は農民のもの、会社は会社員のものという。イパニミヌさん。あら、そうですよね。新自由主義、アメリカ流には会社は株主のものと。こういうことですね。で、ソ連型の共産主義、社会主義は農地は国家のものと。いうことですよね。現天皇の反戦的な主張は偽装だと見ていますと、田伏システムから目をそらすためでしょうという。だから本当、彼女が本当に反戦的な立場を貫くんだったら、まず昭和天皇の戦争犯罪を素直に認めるべきですよね。それを認めないで、戦った味方でも敵でも全ての人を移動するというのは僕は偽善だと思いますね。だから彼が本当に正直で反戦的な主張を貫くということであれば、昭和天皇の戦争犯罪を素直に認めて、でこの天皇制、戦後象徴天皇制と言われているこの天皇制はもう私の代で終わりにするということで、天皇制を自ら廃止するというふうにしてもらいたいですよね。和美さん、ラプトゥブログで諸悪の根源は天皇だと。昭和天皇ですよね、諸悪の根源は、ね、ですから昭和天皇に関してもタブーですよね。天皇批判すると凱旋右翼が飛んでくるとか、極右が暴力を振るうとかですね、そういうことで、誰も昭和天皇の戦争犯罪を真正面から取り上げないということなんですけど、今こそですね、昭和天皇の戦争犯罪、それから戦後のですね、いわゆる彼が特に
朝鮮戦争が始まる直前ぐらいに、もしも北朝鮮が日本に上陸して共産党と一緒に共産党政権を打ち立てたら自分の命はなくなると、天皇制はなくなるということで、ものすごい恐怖感でですね、マッカーサーと11回も会談してたんですけど、それでも間に合わないということで、人を介して人を派遣して、米国のダラスでやったんですね。でダラスに対して、天皇制と自分の命を守ってくれるんだったら全て日本を提供すると、アメリカが好きなだけ、好きな時、好きな期間、どうぞ駐留してくださいと、沖縄も自由にやってくださいというふうに言って、それを受けてサンフランシスコ講和条約を結んで、裏で安保条約と地位協定を結んだという、主犯というのは昭和天皇なんです。本来だったら昭和天皇は国政には関与しないと、国事行為のみという日本国憲法に完全に違反してるんですよね、彼は。そうですね、過去の多くの首相の多くが山口県出身というのは違和感という、8人ですよ、8人で、それも田臥村出身者が伊藤博文から岸信介、佐藤栄作、安倍晋太郎、安倍晋三、4人で、残り4人というのは軍人なんですね。桂小五郎とか山形有朋、あれは萩なんですよ。今 NHK でなんかやってるらしいんですけど、花燃ゆるって言うんですか、萩の松下村塾、あそこは軍人なんですね。日本の陸軍を牛耳ってたのが萩出身の仮想藩士ですよ。それでこっちの田臥っていうのは政治家官僚、特攻官僚なんかそうですね、安倍元気とかいう特攻官僚、それから外務大臣、外務官僚、松岡洋介、それから財界ですね、日産コンセルンとか日立コンセルンとか、ですから軍人以外の、あるいは法律家で宮本賢治、共産党元議長とかですね、あるいはマルクス主義の研究者、誰でしたっけ、とかという、いわゆる軍人以外の人間たちが田臥出身なんですね。で軍人は萩出身と、この2つが明治維新を武装クーデターとしてやったということでしょう。和美さん、天皇とロシア軍の勢力が日本を支配していると見た方がいいのかもしれませんと、安倍は力が弱まった米国より天皇についたと見ますと、岸信介も装備したということですね。ですから明治維新は完全に木戸孝允、それと伊藤博文、等を中心にした、いわゆる田臥と、伊藤博文が田臥ですかね、木戸孝允が萩ですかね、この2人とロスチャイルドが結びついてて、途中まで順調にいってたいわゆる平和革命路線をぶち壊しちゃったんですね。それで武力クーデターを起こしたと。で、孔明天皇と睦仁親王を殺して、大室虎之助 を差し替えたと。でその大犯罪をですね、隠すために伊藤博文が起案し、1890年に実施した大日本帝国憲法というのがあるんですね。であれには教科書では、あれは日本アジアで唯一初めての近代的憲法だなんて言ってますけど、全くの大嘘で、第1条に、大日本帝国は万家一世の天皇によって統治されるという、万家一世というのは何なんだと、誰のこと言ってるの、誰が証明するのかっていう、一切何もなくて第1条に来ちゃったんですね。それから第4条で、天皇は不可侵であるというふうに、もう神に祀っちゃったんですね。なぜかと、なぜそこまでするんだということは、この大犯罪を国民が褒めようが
批判しようが一切口の端に載せないというためにあれほどの厳しいですね天皇に統治権、軍の統帥権から議会の解散権とともに、神権も与えちゃったんですね。でその後その後1945年までずっと教育徹底的な教育によって天皇は神様であるということを国民に信じさせで天皇のためには命を捧げるのは当たり前だということで侵略戦争に動員したということでしょう。それで1945年になって敗戦になって、急に民主主義が来たと。ですから民主主義の本来の意味なんか誰も分かんなかったですね。ですから憲法を作るにしてもろくでもない憲法しか出てこなかったですよね。鈴木常時という国務大臣が憲法委員会というのを作ったんですけど、まさに大日本帝国憲法と全く同じ天皇を元首とするというような。でそれが1946年2月1日に毎日新聞がスクープしたんですね。それで、マッカーサーは初めて、日本政府が準備している憲法というのは全然民主的でないと、明治憲法をそのままなぞったもんだということで自分たちで作らないともう間に合わないよということで、民政局24名のメンバーを9日間で作らせたというのが現在の日本国憲法の原点ですけど、その中に、民間人7人の学者とかジャーナリスト評論家が入って自ら憲法研究会というのを作ってそこで5、6回、議論してまとめた憲法草案ってなんですけどそれがベースになってるんですね。ですから安倍が言ってる日本国憲法は GHQ が勝手に作って日本国民に押し付けたんだと。だから日本人自らが作る自主憲法が必要なんだっていうのは全くの大嘘ですね。ということですね。恐るべし田伏コネクション安倍一族の刑罰が7人の死をという異常ですね。コシミスが天皇の犯罪にほとんど触れてないのはなぜかと。ああそうなんだ。天皇批判しないんだ、小清水さん。エレファントムさんですか。から、米国商工会議所の祝日、TPP から恩恵を受けるのは誰かデモクラシーなんだという。なるほど。シカゴさん。でから、明治維新を戦ったのが、薩長土肥と言われますけど、薩摩長州なんですね。でも、なぜか薩摩からは一人も首相が出てないんですね。それで長州から8人も出てるっていうのは異常ですよね。これを異常と思わない人が異常ですよね。ということですね。薩摩の大久保利通は不都合な人物だったんでしょう。彼もそうでしょう。結局長州に殺されたんじゃないですか。途中からもう邪魔だと。いうことで、薩摩勢っていうのは西郷隆盛も邪魔だし大久保利通も邪魔だということで2人とも、暗殺されたということでしょうね。この2人っていうのは例の 大犯罪を知ってる人物ですので、長州勢にとってはもう邪魔になったということで2人を消したんじゃないですかね。憲法研究会憲法草案要綱国立国会図書館と。砂月さん、現在の当面の難題は TPP 売国戦前会見を田伏出身安倍政権と背後の CSIS アメリカネオコン天皇は憲法要綱今天皇を叩けば安倍の改善に利用されると。まあそうですね。ですから今の天皇も頑張ってるけどでも基本的なところはこうですよということをちゃんと捉えてですね、我々は対処しないと足をすくわれるということですよね。だから
沖縄の翁長知事も結局頑張ってますけど、結局根本的な捉え方として必要なのが日米安保体制自身をもうやめるという根本解決を彼は一切言わないんですね。自ら日米同盟に関しては私はその重要性を認識している保守派の政治家ですというふうに最初から言ってますんで、そういうことですよ。だからいくら頑張っても最終的なところでその人はどっちにつくのということを見極めないと騙されちゃうよということでしょう。薩摩も土佐も抹殺されたと。そうですね、土佐も抹殺されましたね。明治維新はユダヤと長州田伏によるクーデターですからという。エレファントンさん、ユダヤっていうのはそのロシア領国際金融マフィアのことでしょうね。ということです。もう71分08ですね。それと最新のお知らせですね。一番最初に言わなくちゃいけなかったんですけど、今週明日土曜日お休みですけど、明後日日曜日6月28日は私は上京しますんで、ワイワイニュースライブの週刊レポートっていうのを30分の、日本海賊テレビさんの配信用に放送してますけど、これを午前6時半30分7時までに変更をしますということですね。それから日曜日の午後3時半から5時の間でワイワイニュースライブとして、特別公演、パロディ作家マッド・アマナさんの特別公演、テーマはタイム誌から見た日本小解析と総未来を中継する予定ということですね。ぜひ、視聴してくださいということです。ということですね。今日はそういうことで、民間銀行から信用創造特権を剥奪せよというのは非常に重要なテーマで、それを中心に今日の放送は今日のトップニュースは結構あれですね、皆さんにアップされてますんで、そうですね、2番目がなぜ読売新聞の世論調査では安保法制反省 40% もいいのかと。これは設定、設問の仕方がもう意図的なんですよね。普通だったら賛成か反対かですけど、読売の場合は最小限安保法制が必要ではないですかって3つやってるんですね。それから質問の前に説明を勝手につけていると。長い説明をつけている、意図的にですね。からこれもアップされてました。愚かな法案のため、会期延長で税金200億円ですって無駄遣いと。司馬太郎もそうでしょうね。向こう側の仲間だったんでしょうね。マドアマさんの講演楽しみですねというエレファントムさん、そうですね、本間哲也さん、司馬太郎も向こう側ですよ。それから3番目4番目が TPP 出張費2年で9億円ですって、長期交渉で傍聴と、お前ら払えると。から今日の重要情報ですね。米国と日本の支配層が中身を秘密にして推進中の TPP は巨大資本が国を支配する近代能動性、濃度性を目指すという。鋭いですね、これね。桜井ジャーナルさん。これ、最後に URL を貼り付けて、今日は終わりですね。これですね。ということです。それじゃあどうも長い間ありがとうございました。74分38秒、閲覧67名様、計206名様、コメント82件と。それからコンティニューコインとお茶ですね。たくさんいただきました。ありがとうございました。司馬太郎は創価学会員にして利用されたということでしょうか。創価学会員だったんですかね。エレファントンさん。すごいですね。至るところに。なんか桑田佳祐も創価学会って言ってました。
運河トネさんお疲れ様でしたってことですね。それじゃあそういうことで、明日はお休みです。で日曜日は朝6時半から30分、まあ朝早いんで録画で結構ですのでよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。